やってきました。ここは、千葉県の二俣新町ですね。ここからバスに乗って、とある海岸を目指していこうと思います。おそらくですね、その海岸が仮面ライダー Z の最後のエンディングシーンなんじゃないかと、思っておりますので、そこを検証しに行ってみたいと思います。はい、到着です。船橋三番瀬海浜公園。おそらくここが仮面ライダー Z のエンディングのロケ地だと思われますので、早速検証していきましょう。暑い。ちょっとね、あそこのクレーンがある建物まで行ってみたいと思います。増えてて、一致させるとこが少なかったんですけれど、この屋根、こちらが、唯一一致するとこかなという感じで、 Z のエンディングはこちらの船橋の海浜公園で間違いないんじゃないでしょうか。来ました。ここが、仮面ライダー Z のエンディングと、あとは仮面ライダーブラックアレックスのロケ地です。やっと着いた。長かった。仮面ライダー Z が通過する一本道でした。車通りはそんなに多くないです。こちらが、仮面ライダー Z でコウモリ男がヒロシ君を掴んだ一本道ですね。
で、メイキング映像ではここでスタッフの方々がワイヤーを引っ張って、コウモリ男を飛ばしてるメイキングがありました。こちらがラストカットの道路です。結構雰囲気は変わってしまってるんですけれども、まあ、あちらの工場がまだ残ってて、メイキング映像でなんとか、大体の位置がわかるかなと思います。この道路で、仮面ライダー ZO のラストの名シーンが撮られたかと思うと、すごく感慨深いものがあります。